go time me yo it go time me yo you know yeah it go time me yo。 みなさんこんばんは、イコールラブです。イコールラブのそのつんこと諸賀さなです。はい、りさちゃんこと落としまりさです。はい、あんにゃこと今本あんなです。それでは始めていきましょう。せーの、イコータイム。イエーイ。さあ、ちょっと遅れてしまいましたが本日は第45回イコタイムをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この配信は私たちイコールラブが明るく元気にトークやいろんな企画に挑戦する憩いの時間、イコタイムです。はい、ショールームで最も愛される配信になることを目指しているので、たくさんコメントして配信に参加してくれたら嬉しいです。さあ、今日の進行は私山本アンナが担当します。よろしくお願いします。イエーイ。今日はですね、少し遅くなってしまったんですが、はい、おとしまりさバースデー特別配信でお送りしたいと思います。おめでとう。ありがとう。一旦のね、おめでとう配信をしたいと思います。じゃあちょっと今日なんで3つ遅れたんでしょうか。私たち今日はですね、はい、なんと衣装が先週のメンバーの衣装が届きまして、はいはい、あれ違うぞということで、衣装の手違いでちょっと遅れてしまいました。はい、申し訳ございません。はいはい、申し訳ございません。寝坊などしておりません、私たち。はいね、もうね、全部準備して。もうね、ちゃんとした準備でね。わかるよ、気持ちわかるよ。ね、そう、私たちもね、もうヘアメイク完成した状態、衣装が届くの待ってる時もね、はい、もうね、脱いでね、待ってたんだよね。脱いで待ってました。で、急いで来て申し訳ございません。はい、さあ、ということで、じゃあ現在のランキングをね、確認していきたいと思います。はい、じゃあ、はい、バースデー今日配信のりーちゃん、5位からお願いします。はい、5位から、うん、5位は、地球美たぬきさん。ありがとうございます。4位が、あんずさん。ありがとうございます。3位が、トロリン。トロリンさん、ありがとうございます。2位は高橋聖太さん。聖太、ありがとうございます。そして1位がいとこんさんです。ありがとうございま す。さあ、それでは拡散タイムに行きたいと思います。はい、この配信を一人でも多くの方に見てもらうために、今からツイッターで告知ツイートをするので、リツイートをしてください。お願いします。今から撮ります。はい、じゃあ今からイコールラブの公式のツイッターでね、ツイートされるので、はい、皆さんリツイートたくさんよろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは今日の企画に行く前に、まず前回のメンバーから私たちへのお願いを聞くお願いタイムをやりたいと思います。はいはい、前回のメンバーからのお願いタイムは皆さん何ですか？何ですか？コメントで教えてください。何ですかね、何ですかね。あ、落としまりさで、あいう作文。あいう作文、はい、出た。やりましょうよ。おお、はい、私でもさ、やったんだよね、りさに落としまりさで、うん、自分の個人配信でね。あ、うん、あね、一緒にしたけど、もう何言ったか一個も覚えてないので適当にいきたいと思います。はいはい、じゃあどっちさな、私とさな2人でね、うん、やるんだって。二人で、ね、じゃあ、おとしとマリサで分けるの。おとしとマリサ、おとしマリサみたいなとこね。おとしマリサってことかな。マリサ、それでもいいんだけど。はい、じゃあ私からいこうかな。OK です。お、はい、私マリサのお、面白いすぎる。面白いすぎる。面白すぎるでよくない？面白いすぎる。面白いすぎる。うん、おとしマリサのと、とにかく可愛い。ああ、嬉しい。落とし間りさのし、白黒をはっきりさせる。いや、どっかで聞いたことある、そのセリフ。待って待って、今そのセリフどっかで聞いたことある。し、落とし間、ね、好き嫌いのよ、言うもんね、ちゃんとね。そうね、はい、大事よ、はい、フォローして、自分でフォローして。落とし間りさのま、まつげが伸びてる。マジでね。はい、あと2文字、はい、落とし間りさのり、りーりー、りんごみたいなほっぺがかわいい。絶対思ってない。りんご色じゃん、りんご色の。確かに、ここよく濃いもんね。落とし間りさの3、最高。
感想は？なんか最初の方めっちゃ嬉しかったんだけど、うん、なんか途中からよく分からなかったけど、うん、でも嬉しかったね。よかった。自分のは何だと思うの？落としまり、じゃあ落としまりやってみて。自分で最初からめちゃぶりさせられてる自分のいいところ。いいところ？うん、おは、うん、なんだろう、面白い、うん、落としまりさんのと、とは、うん、とにかく方向音痴。え、そう褒めてないじゃん。いい落としまりさんのし、うん、し、うん、し、静か。え、どこか落としまりさんの、どこが、締めて、まで締めて、真面目して。何がいい、うん、まねえ待って、むずいじゃん、待って、むずいじゃん。いいよ、ほい、はい、待って、待って、むずいじゃんでした。難しいじゃんでした。はい、じゃあ、はい、ということでこれで以上、お願いタイムでしたでした。はい、それでは続いてはこの企画です。お話タイム。最近の出来事をみんなでお話ししていこうっていうねタイムなんですけど、うん、まあでも前回のメンバーが結構24ガールズのコンサートについてね、うん、結構お話ししてたんだって。うん、見てた？うん、うん、見てないね。うん、うん、じゃあ今日私たちは何のお話しますか？最近なんかありました？最近風邪をメンバーがいっぱい聞きました。そうですね、うん、体調不良者続出ということで、ね。でも山本とかは地元に帰ったり、うん、そうだね。リサと私は、あ、いいの、うん、そう、なんか9月帰ろうと思って、うん、スタッフさんに確認取ったらダメって言われたから、うん、そうだよ、ずっと帰れない、帰れないんだよ。10月ぐらいまで帰れないで、うん、そうなんだよ。そうそう、それでけん、その前にちょっと私たちはね、2人だけちょっと夏休みをいただいちゃいましてね、うん、いいの、地元に帰ってきました。もう行っちゃおうかな。何を？勝手に勝手に帰るの？ボイコットですか？リーダーとしてそこは阻止したいと思います。じゃあ頑張ります。はい、アンはね、広島で、うん、なんかもみじまんじゅうをみんなに、うん、あ、でもそれはお仕事で行った時なんだけど、みんなにプレゼントした。もらったじゃない。たお土産買ってきたり。ただね、お餅のやつ食べた。3つ食べたの。お餅とお芋と抹茶。いや、3つ食べたの？ってか全然いいんだけど、うん、スタッフさんの分も入れて15個買ってきたの。で、最後残りがなんかあと1個ぐらいあったの。え、もっとあった。嘘、5、6個あった。あ、本当？で、なんか最後でも一番最後が1個だから、誰かがなんか、あんな、これどうするって言ったから、食べていいよとは言ったんだけど、うん、誰かが3つも食べてるとは知らんかった。はずい。あー、そんな、美味しかったよ。美味しかった、ね、でも良かった。そう、リサは福岡で何しました？福岡では、はい、いつも帰ると、うん、お腹のキャパオーバーを超えるぐらいのご飯をめっちゃ摂取して帰るんです、珍しい、うんうん、でももう、何日かいて、3日ぐらいいて、そうだね、もう毎日キャパオーバーなぐらい、うんうん、もう満パンにして、うん、とにかく食べて。何食べたの？もつ鍋と、あとお寿司と、うん、お肉とか。いいの、めっちゃ。あと、あれ、花火した。やりたかった。いいな、すごい。全然ね、夏っぽいことしてないもんね。やりたい。る今からここで花火する？絶対危ないわ。リリリリリ、なんかコメントとか止まってない？うん、来た来た来た、うん、コメントは止まりましたね。止まってるんだよね。これさ、いつもさっきからマイクなんだけどさ、マウスだと思ってさ、動かしちゃうの。何回もタワーとかも来てるよ、リサの誕生日だから。トメゾーさん、ありがとうございます。ありがとうございます、トメゾーさん。コメントが言い方、タワー変わった？何これ、スカイツリーになったの？スカイツリーじゃないけど、タワー。トメゾーさんね。何回もコメントじゃなくなっちゃって、ギフトになっちゃってます。トメゾーさん、何回言うねん。気に入っちゃった、トメゾーさん。よかったね、トメゾーさん。気に入ってよかったね。バースデータワーだって。あー、バースデータワー、なるほどね。ありがとうございます。コメントが復活しました。あ、
なんかコメントありますか、うん、皆さんもね、最近何してたか。すごいコメントが、トメゾーさん。羨ましいって言われてる。今日有名になっちゃいましたね、トメゾーさん。あ、そうだ、でも最近だとアットジャムがありましたね、2日前ぐらいに、うん、どうだった？聞いてる人の話。ごめんね。聞いてる？トメゾーさんも探してる。トメゾーさんも大丈夫。トメゾーさんありがとうということで、アットジャムです。あ、私はそう聞いて、はい、あのね、片瀬さんと喋ったの。ね、そうだよね。なんかもうすごい日向坂さんのね。そうね、なんか小坂さんがちょっと、うん、あの水暴走で、うん、お休みになってたから。そうだったの？そうそうそう、うん、ね、うん、だからねって何なの、この人知ってんの？あのセンターがどんどん変わっていってたわけよ。そうそうそう、ね、でキュンの時に、うん、カトシさんがセンター で、うん、でそれを見てたの、うん、もう可愛い可愛い。その声で言われるとちょっとやだ。本当にやだ。本当に本当に可愛くて、うん、なんか、うん、笑っちゃうくらい可愛い、ね、本当になんか分かる、可愛すぎて笑っちゃうみたいな。その声に笑っちゃうよ、こっち。今日風邪だからすごい笑って声が変ですけども、うん、私ねえ、ねえ、生きて、生きて、まあ興奮したんだよね、可愛すぎて、ね、その後お話できて、うん、で、あのサノツンさんっていう、うん、ね、言ってくれて、知ってくれてたの？そう、知ってくれてて、うん、すごい嬉しかったです、本当に。ありがとう、よかった、よかった、本当によけてね、本当声がやだ、ね、本当にこの声、ね、やだ。私も見た、中さん、めっちゃ可愛かった。なんか会場全体が水色になる感じがめっちゃいいなって思った。ね、すごかった、ね、本当、皆さんが。ね、私たちもさ、アットジャム花道使ったりね、うん、2回、いつも結構イコールラブだけ、うん、なんだよイコールラブだけさ、結構使ってたけど、今回部活中でも使ったりして、うん、ねえ、さなつん、ねえ、りさちゃん、うん、ねえ、どうだったアットジャム？え、すごい、花道であの駆け走るところがすごい好きでした。おい、君たち2人さ、ちょっといい加減にしてもらってもいいですか？笑いすぎ。この自分の、ね、ちゃんとやってください。聞いて、自分のこう気持ち悪い声に笑ってちゃうの、うん、今さら気づいたん、その声、気持ち悪いなんかいつもみたいに喋れなくてつぼってますね、だって諸橋アウトって、まあ、こんな声も早く直してくださいね、本当に直したいです。いい声にして直してください。逆に教えてほしいです、なんか喉にいい食べ物飲み物とか。でもさっき咳の仕方教えてあげたじゃん。それじゃなくて、うっうっうっ、なんかご飯ごはんってやったら、あ、もうそうだったの、うんうん、喉にやられるから、うんうん、で咳をするとマジで喉にいかないの。無理だった、そんな余裕はない。それおすすめしますよ。はい、どうぞ。山本はね、治りました、ほとんど。はい、あと何？今何のコーナーだっけ？今お話したいのコーナーですよ。してたよ、いろんなお話をしてたの。あと、うん、あ、マヌカハニーはね、うん、そうです、うん、あ、食べ、の、舐めてました、この前まで。最近も舐めてください、はい、今も舐めてくださいね。水なしで飲める龍角散なんてあるの？ あ、 あるね、あの粉のやつじゃない？あいいよね、まあ、レモンの蜂蜜漬け、あ、大根の蜂蜜漬けは聞いたことある、よね、よく、うん、でも絶対さ、作らなさそう、うん、ママが作ってくれるんじゃない？うん、大会、うん、ね、まあ、皆さんもね、体調気をつけてくださいね、うん、イコラズもちょっと最近多めなので、はい、蜂蜜買って帰ろうって、あ、家にあるわ。マジ、市場すぎるな。はい、そんな感じですかね、まあ、今日髪の毛の飾りも全員違いますね、いつも。今日はマイカのつけてます、うん、あんは花の、前は自分の勝手に。おい、あ、ゆりの、ゆりの、ゆりの、ゆりは、ゆり寂しがってるよ。そうだよ、つけてほしいって言ってるよ。絶対言ってないやん。多分言ってない。はい、そんな感じで、うん、レアですね、うん、今日は。自由だね、うん、ゆるいね。くしゃみが出そう、今とっても。こっちあるよ、大丈夫。じゃあ次のコーナーに行きましょう。もう行きますか、うん、はい、じゃあそろそろ次の曲曲じゃない、次のコーナーに行きたいと思います。続いてはこちらです。おとしまりさの好きなところ発表タイム、やったー、嬉しい。ルールを説明します、はい、改めて8月11日にはりーちゃんのお誕生日でした。りーちゃん、おめでとう。ありがとう。さあ、何歳になったんですか？21歳になりました。同い年、今。なんかやばいやばい、あ、
あなた先に声だけ出ちゃった。美味しそう。ハッピーバースデーリサちゃん。ああ嬉しい。これは何ですか？プリン？ババロア？美味しそう。ババロアとは？ババアになった系かね。だけねマジで。世の中の21歳以上今全否定したからね。ああもう怒られるよ。やだ。でも用意しちゃった。もう食べる。だって写真撮っちゃったよ。今日ねサンズねずっとね。そう絶対今日ケーキどうだろうね、どうだろうね、ケーキなんだろうねしか言ってないからリサ持って、お持ちだ、うん、ねえ、お持ちなんだ、はい、ありがとうございます。食べたい。でもリサが先に食べな、ほら、ほら8月生まれだもんね、2人ともね。そうね、聞いてる。うん、そうそうそう、あのノイミーちゃんも含めて8月は2人しかいない。え、そう？2人しかいないんだよ。じゃあちょっとりっちゃん食べてみてください。どれ？何でもいいよ。いきます。はい、ちゃんちゃかちゃかー。え、どうしたらいいと思う？このババロってどういう味がするんですか？食べてから、自分が食べてからさ、チェックしてもらって。え、ちょっと食べてみる。え、ちょっと明確に教えてほしい。、うん、私がそう、ミルク系食べてないかね。そうそうそう。え、牛乳味する？何？カスタード？あーに近いかも。あー、でもあの、重くないよ。あ、そうなんだ。食べよう。サーツン食べてみてください。重くない？ヨーグルトみたい。なんかあれじゃない、ケーキだってさ、誕生日で出てきたの初っしょ。そうだね、そうね、イコタイムね、出てきたでしょ、うん、前、ツン。ガチで食べてる。どうですか？めっちゃ美味しいんだろうけど、鼻が詰まってる。本当にわからない。すごいクリーム。これがババロアなんですね。でリサ美味しい、うん、なんかすごいこういうケーキあったんだと思って、ね、初めて見たリサちゃんってケーキもね、かわいい、チョコで書いてありますから。え、チョコ食べなよ。おめでとうございます、うん、どんなさプレゼントとかもらったの？え、お家？うん、なんか高級なのもらってそう、この人。え、そんな、ね、なんか、うん、リサはいつもなんか誕生日が近くなると、うん、何が欲しいってやっぱ言われるよ、うんうんうん、でも欲しいって。ちょっと名前見てみ。リサちゃんって書いてある。サナちゃんじゃないんだよ。サは一緒だけど、サは一緒なんだけどさ。おいおい、何それ？それで、そうそう、はい、で、なんか何が欲しいって言われて、うん、いつもなんかこう何が欲しいっていう特になくて、うん、いつもこうなんかとりあえずデパートとかに行って決めるみたいな感じだったのね。そうで、なんか大量に私が言うの、いろいろこれなんかリップとかやっぱ欲しくて、うん、赤いリップとか、うんうん、だからまだそんな決めてなかったから、うん、なんかちょっとこう冷静になって、うん、一応そのリップと、うん、カバンと、うん、1個じゃないんだね。たくさんでした。隣の人見てみ。ねえ、めっちゃすえ、早くない？食べるの、うん、そこ見えてんじゃん。美味しい、フルーツが美味しい。よかったね、ダーツ。おめでとう、ダーツ。あ、くださいだって。私の金の風を移していいですか？じゃあここに行きたい。最悪、もう最悪や。もう一緒のもの食べてるみたいで、やばいから。イコラブすぐ。じゃあリサのスプーン、これ、うん、これ私、はい、あ、じゃあチョコにしよっか、うん、これ以上ね、ちょっと体調不良者を増やさないためにもね、うん、チョコにしましょう。じゃあリサちゃんチョコ、はい。ムカつく。一言でムカつく。早く私の手垢がちゃんとして。手で溶けちゃうよ、うん、チョコ。美味しかった。どうしたんですか？起きてる。どうなさりましたか？大丈夫ですか？暴れないで、暴れないでもらって。辛いの？どうした？何？わさびでも入ってた中に。辛いの？激辛だった。何？美味しくないの？突如折れると思わなかった。いや、噛んだら折れるでしょ、どう見ても。美味しかった？え、美味しいよ、みんな食べる？あ、食べた。結局口ずつする、口で食べるじゃん。こっち側食べる、うん、はい、チョコ美味しい。何してんのってコメントがめっちゃ来とるよ。落ち着いてってめっちゃ来てます。あ、面白い。カメラにあるんだ、カメラにあるんだって。大丈夫ね、お得意で、お得意な。私のど、これ何で？僕の。あ、どれ？じゃあ行きます。はい。そこさ、
風邪の季節ねー嬉しい嬉しい嬉しいよ多分さこれあーみんな風邪引いちゃう何千何千人って風邪引いちゃう一気に感染力 すげー高いでも風邪うつしたら多分治るの早いからちょっとそうだねサナツのためにもねうんはいはいなんか一言どうぞなんで無言であげるなんかはいじゃあ食べさせてあげるうんパナの風邪の菌風邪菌好き、はい、あーボグ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 あー5本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 そらつんの風とともにプレゼント5本5本みんな喜んでるありがとうございますでもねちなみにこの企画ね、うん、こんな企画じゃなくて好きなところ発表する企画なんだ全然違うじゃんそうだからそろそろ好きな企画をね、うん、好きな企画じゃない好きなところを発表してちょっとね、はい、50個なんと言ったら終わりということでユーザーの皆さんと一緒にどんどん言っていくっていうコーナーなので、はい、これえコチトラが言うのそれともユーザーさんが言うのユーザーさんも言うし私たちも言うあ、どういうことそうコメント読みながら、うん、なので皆さんリサの好きなところをどんどんコメントに、うん、はいお願いしますそれでは皆さん50個言うまで続きますからね、うん、いきますよよーいスタートリサが丸×するからね、はい、よかったら丸、うんはい、ダメだったら×はい、はい、存在だって存在, 笑い方美人さん白い可愛い身長いいとこしか言わないスタイルおしゃれなところ細いいいよみんなお顔が芸人ってどういうこと褒めてるマジでなんだよ本当に笑いながら言われるからあ、私ですか？マッチョってきてんだけど絶対マッチョじゃないでしょこれなんだろうリップの色ああ、かわいいサラサラロングヘアおい、おい、今読む時間やね食べる時間喋り方がかわいいセンスが良い、はい、食事さんが姉妹感インスタがかわいい神対応笑顔が素敵、優しそうな雰囲気、血液型、うん、美脚笑い方、博多弁お姫様みたいなところメイク、うん、女の子らしい、謙虚、おっとりしてる握力が強い、おしとやか早い読ませてくれないもんイコラブにいることあと前髪がなんだあと半分です前髪がなんたらかんたらってきますね多分前髪が綺麗みたいなザ・アイドルあチークチーク簡単やな努力家アイドルオーラ、うんまつげが長い。みんなネタ切れ？もうちょっと性格のこととかさ、ね、やっぱまあ、外見もだけど、反応の可愛さ。確かに可愛い。ここからあんま見えないコメントが。笑いか笑いダンスでのアイドル。嬉しい。お化粧がうまい。芯が強い。そうこの子芯めっちゃ強いですよ。そう？博多女。強いのかな、うん、博多美人存在が神めっちゃ存在神鳩が嫌いあ嫌いちょっと無理人をゴミと人をゴミと言うだし言っちゃダメよそのことへこたれないあ私から言って言葉のチョイス言葉のチョイスがめちゃめちゃ面白いあー嬉しいほらなんかテンションが面白いノーペッツうん、ノーペッツなんでオッケーな丸なノーペッツホークスアイ全然ないやろ待ってこれを見てこうやってやってトメゾーさんがいることトメゾーさんトメゾーさんもう大好き大好き本当にトメゾーさんいいねもう大好きあトメゾーさんコメントしてくれたトメゾーさんのコメント読まなきゃクサクサクサ公式彼女梅蔵さんのスペイベって感じ。ユアリのモノマネに悪意。あ、違う全員だよこの人。全員なの。全員のモノマネに悪意あるやる。握手の手の強さ。強いの？まあ握力強かったよ ね。あとは、リップシーンが可愛い。わかるそれ。わかる。ウインクがめちゃめちゃ上手。わかるわかるわかる。釣りがうまい。あ、リサのリップシーンのここが好き、なんかこういうすぐ
ってこうやる。あー、わかる。そう、ゆるすぎなんだよ、ね、傾く。サナが食べてるのに怒らない優しさって書いてあったよ、うん、怒らないよね、リサ。本当に、うん、確かに人が勝手に、うん、食べ物とかを、それこそ食べ物とかに執着がないから、うんうん、なんか食べても確かにいいよ、わかるわかる、いいよって言ってる、全部いいよで済ませてくれる人間です。はい、キス顔してびっくりした。キスしてくれるってびっくりしちゃった。キスしてくれたの？キス顔してくれるの？キス顔してくれるの？特徴ルームで特徴。ああ、やだ。じゃあやってください、りーちゃん。嘘でしょ？え？いいやん。かわいい。では行きます。はい。三、二、一。さすがアイドルですね。はい。さすがアイドルですね。かわいいです。はい、次行きます。何ですか？私ですか？なんでそういう無茶ぶりするんですか。あんこのキス顔あんましないからレアな気がする。わかる。リサにした。はい、次サナちゃん食べてたのバレちゃったいやバレちゃったの常にでしょ。キス顔とかも風邪移してやれよあ、いいよサナの風移れー。5本5本自分のガチ先あと何個あと2人あ、2人から私ですか。私たちも結構言ったよね。何、うん、あと何言ったの。なんかリサは、うん、なんか頼ってくれて最近相談とかなんか私に聞いてくれるのが嬉しいねダメらしいよ今の今のダメらしいよサナが笑ったら見せるから笑わないで見せちゃうからさりげなく食べるんじゃないよ。アンは、うん、なんかいつもは妹、アンがお姉ちゃん、リサが妹じゃけど、うん、アンがちょっと落ち込んだ時はリサがお姉ちゃんになってくれるところかな。嬉しい終わり。あ、50個達成だったよ。ありがとう、みんな。どうでした？ケーキ、茶碗蒸しみたいな。卵豆腐みたいな、茶碗蒸しみたいな。リサ、どれが一番良かったですか？でもね、基本、いつもなんか他のメンバーがこれのね、うん、企画をやってる時見てて、うん、意外になんか、って思うことが多いんだけど、なんかあんまり、なんか罰って言ってるのが多い感じって、おうおうおう、でもなんか今回自分がいざされて、うん、なんかブーブーがあんまなかったことがめっちゃ嬉しかったです。うんうん、さすが。イエーイ、よかったですね。よかったです。よかったです。よかったです。はい、ということで皆さんも協力してくださってありがとうございました。以上、落としまりさの好きなところ発表タイムでした。イエーイ。はい、続きましてはこちらの企画です。落としまりさの夢実現タイム。まだまだ落としまりさ様の誕生日企画です、うん、今日は特別に誕生日プレゼントとして、落としまさんの夢をメンバーとユーザーさんとで叶えていきたいと思います、はい、どんな大きな夢でも何とかして叶えたいと思います、うん、はい、じゃあ一つの夢をフリップに書き込んでください。一つ目の夢だ、はい、一つ目の夢、リサの好きな、はい、間違えた、リサの一つ目の夢は何でしょうかね。夢、私とサナとユーザーの皆さんとでね、一生懸命何でも叶えますので。わかった。じゃあ何でも思うがままに書いてくださいね。いきます。はい、なんだろうね、変なこと書きそうだな、リサのことだから。何ですか？何ですか？2個ですよね。2個、まあ1個目とりあえず1つ、とりあえず1個目。じゃあ私はビタミンを入れてるんです、こうやって。はい、言い訳ですけど、はい、もうご自由にどうぞご自由にどうぞ、はい、ビタミン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 、いっちょ入りまーす。はい、はい、はい、解けましたか。はい、バチやりながら丸のとよね、今そうですよね。はい、さあ、はい、リサの一つ目の夢は何ですか。じゃん、ドバイに行きたいです。サーモンそういう共感するコーナーじゃないんだよ今今違うんだよ、この夢をね叶えてあげるコーナーなんだよ、うん、じゃあサナちゃん行きたいんだったら叶えてあげれる、これ、うん、どうする。
じゃあ皆さんがお金をこう今から下に出すあの口座にふざけてるこの人すいませんね、体調悪くてこの人ふざけてるんですよ、すいませんね。これ現地の人に言ってドバイって何語ですか？アラビア語、難しい。何アラビア語って。じゃあ私たちが現地の人になるんでそこで体感してもらってもいいですか？はい、わかりました。ギョマンチョンバンギョマンチョンバンパラパラとブラウンバランパラミツパーパラミツパーパーアブラナーダテムネカダスメカダガドワデドワデイゴホンダーサムカダダダムブサマンニアブラマンダバダムネナンノノドドガダディダドウダサムナーデドマジンドワドナゲテガーデイゴトコテカダデオンごまん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 ドバイでした。ドバイに行けた？どうでした？ドバイの気持ちは？すごい、本当に日本じゃないみたいでした。わーすごーい、すごーい。ドバイね、いつか行けるといいですね。いい体験になりましたね。はい、よかったです。じゃあもう一個、はい、もうちょっと叶えやすい夢にしていただけますかね。わかりました、叶えやすい夢にします。じゃあ私とサナがもう一度叶えますので、はい、もうドバイ行けないだってこんなんじゃないですよ、ドバイ知らないけど、うん、はい。ドバイってどういうとこなんだろう、どういうとこなの。うん、高級ですよね。高級なところ、うん、うん、へえ、確か書けました。はい、じゃあ砂漠とか。砂漠なの？砂漠ありますよね、ドバイ。へえ、生きてけなさそう。ラクダに乗ってみたいな。え、絶対嫌じゃん。ラクダに乗れるの？やめて、ラクダはちょっと追いかけられたので。いや、追いかけられてないでしょ。本当に本当にフレアパークで想像できるかも。はい、じゃあリサの、はい、2つ目の夢は何ですか？プールに入りたいです。わあ、難しい。どうしようかな。じゃあまず水着になってもらってもいいですか？わかりました。あ、いいの？あ、いいの？はい、じゃあサナツン叶えてあげれる？これ余裕だよ、こんなん。余裕？じゃあサナツンが今から叶えてくれるそうなの。ちょっと待ちましょう。でもじゃあプールの人やって。プールの人、あのプールのピーっていう人。ピーだけでいいんすか？飛び込み禁止みたいな言う人。な、何かを今ね、サナツンがね書いて用意してくれてるので、うん、楽しみですね。はい、だからピープールの人やってって。もうやるんですか？はい、どうぞどうぞ。私が書いてる間にピーって言えばいいんですか？そうそうそう。プールのエサがこうやって、はい、なんか、じゃあ飛び込んじゃってるっていいですか？遊んじゃってるから、うん、ピー、そこ飛び込まないでください。ちょっと滑るの早くない？あそこに浮き輪あるですよ、ほら、そこに浮き輪。違う違う、あそこ浮き輪ほら。はい、インスタ映えしないと。インスタ映えしないと。はい、写真撮ってあげますよ。はい、海だよ、ここ海。はい、写真。はい、写真撮ったよ。はい、帰るよ。はい、写真撮ったから帰るよ。はい、はい、帰る。帰るんだ。写真撮ったら帰る。写真撮ったら帰るパターンのいいね。はい、リサちゃんが無事にこうやってプールに入れました。これリサ、プールだよ。リサどう？入れたよ。すごい楽しかった。ちゃんと写真も撮れて。もう写真これ。これインスタに。え？小芝居も下手すぎん。ハッシュタグつけてプール。しかもさ、プールって英語なんだね。そうだよ、多分ハッシュタグカタカナでもよくない？最高。夏、ハッシュタグを今サーナが書いてます。これで今日インスタ上げてください。今日インスタね、これさ、これリサ今日インスタね。これ死んで溺れてんじゃん。確かに泳いでるよ。確かに泳いでるよ。しかも一人だしさ、ね、悲しくない？一人で海じゃん。じゃあこれをインスタにアップしてくれる。今日のインスタお楽しみに。はい、さあということで、はい、リサ満足していただけましたか？はい、すごいいろんなことがあった誕生日配信でした。よかったです、うん、はい、さあそれでは以上、おとしまりさの夢実現タイムのコーナーでした。さあもう早いものでね、次がエンディングになっちゃいます、はい、もうエンディングだって早いですね。はい、じゃあサンツン今日はやばいこれ、果物メロンしかないみたい。なんかメロンも食べたかったんで、さすがにこういうふうにこうやって食べるのは、そうだね、
違うかなって思ったから、あとちゃんと舌も美味しくいただきましょうね。食べましょう、はい、この茶碗蒸しを、茶碗蒸しをビタミンたっぷり茶碗蒸しを食べましょう、はい、じゃあ、はい、りーちゃん今日どうでしたか。はい、すごいお誕生日配信をしていただいてすごく楽しかったです。はい、はい、よかったです。はい、はい、じゃあ21歳も頑張りましょうね。はい、さあ最後、じゃあトップ5最終ランキング5位からまたお願いします、うん、と梅蔵さんいるかな。私も探してる今。待って5位は5位からフィフス。5位は見える iPad でじゃあいきますか。5位は、はい、O2 さん、うん、O2 さん、O2 さん、ありがとうございます。 O2 さん4位が高橋聖太くん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位が糸こんさん、糸こんさん、ありがとうございます。2位がカメゾウさん、カメゾウさん、いっぱい名前言っててごめんね。1位がさしなゆいちゃん、ありがとうございました。さしなゆいさんね、はい、ちゃんじゃないの、あ、ごめん、たぶんさん、はい、くん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、というわけで今週のイコタイムはこれで終了です。さあ、次はですね、毎週火曜7時から配信してるんですけど、うん、はい、皆さん、次のメンバーを決めるくじも引いていきたいと思います、うんうん、はい、はい、そして画面右上のハートマークも押してお気に入り登録もお願いします。お願いします。さあ、じゃあ引いてください。じゃあ、そのいきます。誰かな、じゃん、大谷エミリー、いいにゃーい。2人目、2人目はてんてんてん、斉藤キアラ、キアタン、はい、最後は佐竹の、あ、なぜ笑いが出たんでしょうか。いいえ、なんでも、なんでもないですよね。はい、はい、この3人で、うん、はい、次は次週あるので皆さん絶対チェックしてください。お願いします。さあ、じゃあこの3人どんな配信になりますかね。うん、どうだろうな、どんな配信になりますかね。うーん、なんか一人暴走って感じ。いや、最近この子もすごい暴走するのよ。でもなんか、なんかあれじゃない、まとま、なんだろう、うん、この3人はこれっていうのがなくない、ないないない、なんかみんな違う、違う個性みたいな感じなので、じゃあそんな3人にはどんなお願いをしますか。皆さん、お願いタイムは何してもらう、何がいいかな。ヤンキー配信だって、ね、キャータン反抗期劇場みんなキャ反抗期、反抗期、反抗期ってくる、ね、キャータンに反抗してほしい。みんな反抗してほしいんだね。 M だね。早口言葉、何してほしいんだろうね、うん、何がいいかな。キアラとミニニャとノンノ、なんだろう、なんかプリキュアごっこみたいらしいよ。うん、うん、のんびりやろうねって、うん、のんびりっぽいね、ザ・アイドル、うん、なんだろう、おままごと、でもやったことあるよね、なんか、うん、家族ごっこ、うん、なんでみんなさ、ヤンキーっぽいのがやりたいんだろうね。フェレットごっこ、フェレットごっこ、フェレットとフェレットと飼い主、お勉強配信、あ、もうケイドロやりたい、懐かしい、みんな頑張って、みんな頑張っていい感じの人とは違うことを書いてみようっていう意思表示が大事だよ。意思表示なんそれ。そう、みんな頑張って、みんな3月に読まれるようなコメントして、うんうん、人とやっぱ違うのに生きていくのがさ大事だよね、うん、人と全く同じじゃ面白くない。で、誰々ちゃんの何々配信じゃなくて3人でやるものが欲しい、うんうん、そうだね。体調悪い人頑張りすぎ私じゃあ楽しかった頃よかった。どうする、うーん、なんで反抗期、なんだろう、だからヤンキーはさ、もういっぱい読んだよね、うん、プロレス、ももちゃん、ヤンキーはもう読んだよ闇鍋配信、やばい、怖い、3人で江頭さん、名前呼ぶの禁止、宇野大会、あ、妄想夏祭り、3人で、うん、うん、それにする、うん、やったかもね、やりました、ダメだよ、やったこと書いて読んだんでしょ、採用したんでしょ、しなかったって聞いた、
なんだろうな。9月でしたっけ。あれ違うか。誰得な。伊藤さんのいいところ発表したら伊藤さんしか得せんだよ。伊藤さんニヤニヤしちゃうから。そうだよ。サナツンプレゼンツ美脚ランウェイ。秋っぽい。サナツンいないからな。宇宙旅行だって。怖い話スペシャル聞いてる。宇宙旅行って今出た。宇宙旅行寸劇ってことですか。おーいいですね。いいですねだそうです。そっから出せないすいません。怖い話あるかな。でもさあならのんなりそう、うん、あじゃあ怖い話を3人にしてもらう。うん、ちょっとあ、でもダメか、用意少なきゃ。あー確かに怖い話っぽく。じゃあ、じゃあ楽しい話も全部稲川淳二さんみたいに、うん、怖いな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 って。じゃあどんなお話でも、うん、怖く怖い話のように、うん、この3人には次週喋、うん、ってもらいたいと思うので、はい、皆さん伝えてくださいね、次の3人に、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは最後に告知をしたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、9月12日木曜日、デビュー2周年記念コンサートが中野サンプラザホールであります。はい、はいはい、この日はとても素敵な一日に皆さんとしたいと思うので、うん、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、そして、10月30日水曜日には、はい、イコールラブの6枚目シングルが発売します。はい、はい、全国握手会や個別握手会、ミニ握手会などはもうあの開催場所は発表されているので、はい、ぜひホームページなどを見てチェックしてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。他にもね、はい、プロスタ、うん、あ、そうだったね、いろいろ他にもラフィーナとか、はい、いろいろありますので、はい、皆さん、はい、これからもいっぱい思い出作りましょう。はい、お願いします。お願いします。さあ、それでは今週のイコタイムはここで終了となります。うん、はい、それでは以上、イコールラブの山本アンナと落島梨沙と諸橋さなでした。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。みんな風うつりー。